どうも、コーズです。今回ですけども、10月21日、本日は土曜日というようなところで、場所は東京駅、今東京にいます。時刻は6時46分、朝早い、早い、今日5時起き。これからね、アルビレックス新潟の試合を見に、新潟に向かうわけですけれども、今日はサガン突戦ということで、3連勝をかけての、重要な一戦、トップハーフを狙うためにも、残り5戦で4勝しなきゃいけないというふうな状況にはなっていると。しかも近J で川崎が勝ってしまい、9位の川崎が勝ってしまい、勝ち点差がまた6に広がってしまったというふうなところがあるので、絶対に勝たなきゃいけない試合に、今日の突戦はなったというふうなところで、今日ね、今東京晴れてますよね。東京晴れてるんですけど、新潟は雨風がやばいらしいと。さすが日本海側っていう、そういう風な状況らしいので、ついにゴアテックス、持ってきました。ちょっと雨しのぎつつ、試合観戦できればなと。基本ね、晴れ男なんですけどね、さすがにね、新潟の天気には勝てない可能性が高い。そう、とにかく、勝ってくれと、そんな一戦。新幹線が今日ね、7時ちょい過ぎぐらいの、7時何分とかの新幹線取ってて、今日はね、弾丸日帰りなんですよ。なんとかね、特ダネで安く、ちょっと安く新幹線の切符が買えたので、助かってるんですけど、本当に弾丸。割とね、もともと来ようか来まいかっていうところだったんですけど、さすがに新幹線ちょい安めに取れたんだったら、行くかというようなところもあって、今日は弾丸日帰り参戦になっております。ということで、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、無事ビッグサン到着というふうなことなんですけど、天気予報通りね、普通に雨降ってますし、新潟寒いです。
全然東京と全然違う。パーカー1枚でも寒いくらいだったんで、あのついにあのゴアテックス解禁ということで、はい、とりあえずね、イベントブースちょっと見ていって、いろいろ紹介したり、まあ、グッズコーナーとかも見れたらなというふうに思ってるんですが、いやー寒いし雨強いし、いやなんか新潟っぽい天気ですね。もう本当日本海側のあの厳しい、感じ、そんな感じでも結構人いるわ、結構人いる。はい、無事到着ということで、いやー雨がもったいないぐらいですけど、人はめっちゃいます。あ、入場待機列がもうできてますね。今なら持ち蓋も空いてるぞと。あー、いいですね。どうする。あ、でも持ち蓋いっとこうか、雨だけど、せっかくだし、こんなに空いてることないから、持ち蓋がこんなに空いてることないからいっとこうか。前回塩コショウだっけ、黒コショウ、チーズいってみる。ちょっと今まで行ったことがない味、チーズ。てかこの寒さで生ビールを飲むかどうするか問題ね。いやー多分これで俺チーズ味行ったらもうカンクリですね、全て多分行ったことになるから、どれがおすすめかちゃんと言えるわ。ビールと、もち豚のチーズ味、チーズがねマジでこうかかってます。こう見えるかな、そうチーズがかかって、ちょっと食べてみましょう。ほらすごいチーズが、あやばいやばい、いやーうまい、チーズもうまい。単純にチーズかけただけだけど、元の、まあ、食辛さがあるからチーズをかけても合うという結論になったんで、まあでもピリ辛、あのちょっと胡椒が効いた方がもうちょっと美味しいかなっていう気がするんで、黒胡椒か塩胡椒的なのがやっぱおすすめかな、4本のうちでは。うん、ガツンといきたいならガーリック、うん、ちょっとマイルドにせんだらチーズがおすすめかな。あ、これでもうもち豚4本のね、好み別の評論評価ができましたんで、ぜひご参考までに。試食サイズの500円、村上牛すき焼き、これ美味しそうじゃないね。え、うまそう、いい匂いするわ、うまかったわ。やっぱ村上牛は新潟が誇るブランド牛ですね、マジでうまい。レルヒさんいるわ、レルヒさんでけえ。お願いします、10回やります、頑張ってください、頑張ります。はい、7回、8回、9回、あ、黄色が出ない、黄色が出ないが、これで2、4、5、6、7、8、9、10、あ、でもこれが当たったんだ、よかった。緑が、はい、4回、緑4っていうのはここから4回。オレンジガーデン行きましょう。4つ買っちゃうよ、4つ。もうガチャとさ、グッズ購入でさ2万5000円ぐらいいったんだけど、めっちゃ金使ってるアピールしとく今日はね NSG グループさんのサンクスデーということで、こういうふうな看板も用意されてるみたいです。クリアファイルもらった、かっこいいじゃんね。新潟新之助玄米茶ってあるんだ、すごい。ポッカ札幌さん、ありがとうございます。いいですか嬉しい、うい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。逆にそういうもんなんですよ。そうですよね。俺だから今年初めてビッグスワン来たのが4月1日に名古屋戦だったんですよ。あー、なるほど。太田選手の先制って、はいはい、気分を良くしてたらその2分後に、うん、2分後ですね、VAR が入っちゃって、うまいけど選手が退場って、はい、はい、というわけで、ぼちぼちねスタジアム入っていこうかなというふうに思います。今日も、スワンシートで、見る予定ですので、そこからの眺めとかもちょっと触れながら
やっていきたいなと思います。シートもらった。やっぱり雨とこの寒さでいつもよりはあれですね、そのお客さんの入りは少なそうですね。雨というか寒いからレインコート着た。あ、カッパ着た。おっ、まあ、そう守備範囲が広いのよ。いや、なんだろうな、パクイリュグはさすが、さすがに広いだろ。あとは決めてくれるだけ。ただ時間長かったな今日。 VR 長かったっすね。長かったっす。これはね、コロ結果超嫌だと思う。コーチの体も冷えちゃうし。まあでもまあまあコーチは大丈夫ですよ。ただパク入り具が嫌なんですよね。止めがち。でもうちそんなに PK もらわないから、そのデータもないでしょそんなに。まあ、そうっすね。コーチが PK 切ってるイメージそんなにたくさんないもん。まあ、そうっすね。うん、はい、いけ。頼むよ頼む。結構助走取るな。すげえ。来い。来い。来い。自信あんだよ。いや、もう孫をこのなき PK でしたね。素晴らしい。うわー、ここで決められる。あかんねんけど、駒がないんですよ。ないですね。ダニエル交代さんもダニエル左足しかないし、中に金庫あれ読まれちゃうんだよな。中に金庫しかないですよ。ダニエルの左はな。はい、というわけで試合終わりまして、1対1で、引き分けということで、まあ前半の松田がガンガン行ってた時に決め切っとけばっていう展開だったかなと。逆に後半はゴール前で結構ゴニョゴニョっていうなんか危ないシーンがあったから、なんとも言えないですけど、まあやっぱトス鬼門ですね。ここで勝てなかったってなると、あと残り4試合全部勝たないとなかなかトップハーフ争いには食い込んでいけないかなっていうところと、まあ、しんどくはなってきますけど、まあ、あとは次、多分次のね、京都戦勝てるかっていうのは結構ね、どうなるのっていうところですけど、でもやっぱり
寒くて風強くてでも1万7千人来るこのビッグサンがすげえなっていう本当に、うん、いや今日もね楽しいサッカー観戦でした。